多機能ドライバー、はめれるドライバーではめドラ。これが17ミリ。隠し機能面白いな。こうやって回すと。ガチレンチを忘れてしまった主人公キャラになりきって。頼む、回ってくれ。どうも、駅マニです。今回紹介するのはこちら。多機能ドライバー、プラス、マイナス、7ミリ、8ミリ、10ミリ、17ミリのソケット。全部で6機能あるドライバーですね。またおもろいの見つけましたよ。商品名は、はめドラ。はめ。どれ?ハメドラ。これね、マジですごいのが、レモンの約34倍ものビタミン C を含んでるんですね。そんでこのカフェモカっていうのはね、コーヒーにチョコとシロップ、ミルクを混ぜたものなんですけど、まあ冗談はハメドラ。まあこれね、いろんなとこにこう穴が開いていて、ここにこのビットをはめることによってトルクをかけることができるんですけど、まあはめれるドライバーでハメドラ。まあなかなかインパクトある名前ですよね。でメーカーがサンガコっていうとこで、まああんまり聞かないですね。まあどうやら電気工事関係の会社みたいですね。そんでもってオリジナルの工具を開発して販売してるという。これはリスペクトです。工具の位置付けとしては電光ドライバーですね。これまあ非貫通型で、まあグリップが樹脂になってますね。持った感じもグリップ効いてね、使いやすそうですね。もちろんドライバーはビット差し替え式なんで、まあ、別のものに交換が可能です。まずドライバービットがプラスの2番とマイナスの6番、これで2機能ですね。そんでこのソケットが8ミリと10ミリ、10ミリね。あとね、2つ機能があるんですよ。ここにあるっすけど、7と17ね。これどこにあるかわかります？これ、お、そうっすね、ここですね。これが17ミリのソケットですね。からの、じゃあここか。ここはさすがに使えないよな、こんなくぼんでたらね。まあ、これが多分7ミリっすよね。この隠し機能面白いな。うまく隠しとるなこいつ。でもね、それだけじゃないんですよ。まあ、ただ単にここに17掘ってあって、ここに7ミリ掘ってあるっていうだけじゃなくて、これちゃんと一つ一つね、力をかけて回せるように工夫がなされてるんですね。まあ、ハメドラっていうだけあって、まあ、いろんなとこにビットをはめて力をかけやすくしたり回しやすくして使うんですよ。これちょっとやってみますか。まあ、まず普通にプラスだとこうですね。ここロック機能あります。ロック機能抜けないですね。これは素晴らしいと思うし、素晴らしいと思います。はい、でここ回転します。めちゃくちゃ使いやすいですね、これは。で外すときはこう、こういうことですね。そんでもっと力かけたいなと思ったときにはめるところ、ここですね。多分ここですよ。これでこうやって回すと、これかなり力かかるよね。そんでもってこのソケットはね、ここにはめて、まあこれもロック機能ついてるんで抜けないですね。でそのままこうやって回すことができると、ここも空転するんでめちゃくちゃ便利だと思いますね。どうやって力をかけるかっていうと、こいつをこのままはめたまんまこっちを外します。でさっきと同じ場所にこう、これで回せると。で次ね、ここの7ミリとここの17ミリ、ここを回すときに力をかけたいなと思ったときは、貫通してない穴と貫通してる穴があるんで、貫通してる方を使って両端でこうやって持てるように使うんですよ。こういう風に使うことができる。あ、もちろん貫通してないところでも使えるんですよ、こうやって片手でこうやって。まあ、これで全部で6機能。いや、これをね、大手の工具メーカーとかが出してるわけじゃなくて、まあ本業がね、別である会社さんで、まあオリジナルの工具作って、まあ、本当にすごいと思いますね。まあここのサンガコさんね、社長さんの名前すごい特殊っすよね。サンガコって言うんだ。まあ知らんけど。へぇ、サンガコ。沖縄の方かな。まあということで、これは本当にもう自由自在の使い方ができるんですよね。こうやっていろんなとこにもうはめまくってね、もうはめまくりパーティーをもう本当に。はめまくりピーポー。そしたら早速ね、作業を実践していきたいんですけど、ここで皆さんにご報告がありますね。こちら、僕のおなじみのスーパーボルト回し試しウルトラツールなんですけど、これ昨日課金して、なんと覚醒スキル。M17、M6、M5、M4 のボルトが試せる効果がつきました。いやー、これは嬉しいね。まあ、これで地獄級の周回ができるな。じゃあ、早速作業実践していきますか。今回ね、全日本ボルト回し選手権でガチレンチを忘れてしまった主人公キャラになりきって実践していきます。よーい、アクション。エントリーナンバーワン、ラッキーアニカスストライク、エキマニー。ついにこの時が来てか。それでは、工具箱の準備をお願いします。よし。絶対優勝してやるで。何？くそ。ガチリンチを持ってくるのを忘れてしまっただと。これはまずい。どうする？とりあえず捌くぞ。落ち着け。まだ時間はある。くそ。かろうじてドライバーが一本ある。
んだこのヘンテコなドライバーは。今日はこれで何とかするしかないか。こいつは回せたとして、問題はこの4本の六角ボルトか。もう時間がなさすぎる。タバコを吸うのに専念するか。よーい、スタート。なんて回しづらいんだ。よし、一個取れた。もはやここまでか。諦めるな。俺は何としても親父のためにこの大会で優勝する。くそ、頼む、回ってくれ。何そんな。何ここで工具がレベルアップしただと。なんだこの工具は。まあ何でもいい、これならやれるかもしれない。よし、いや、なんだこれは。よし、落ち着け、俺ならやれる。よし、次だ。最後一本。よいしょ。あ、これすげえ回しやすい。ダメだ、このままじゃ間に合わない。よいしょ。よし、これで折り返しだ。急がないと。よし、よっ、よいしょ、よいしょ、これならいけそうだ。よいしょ。はい、頼む。全日本ボルト回し選手権ヤニカス部門優勝、エキマニー。よーし、いやー、タバコ6箱持ってきてたのが決め手でしたね。まあ、ということでまとめなんですけど、この三画庫の多機能ドライバーハメドラ17等ミリ、8ミリ、7ミリ、問題なく締めたり緩めたりできますし、最高に使い勝手いいですよ。まあ、ただね、ちょっと重いですね。はい、192g、ビットなしで161g。まあそうっすね、だいたいラッキーストライク1箱 21g なんで、まあちょっと重いっすねこいつね。ベッセルのこの貫通ドライバー、こいつが 137g か。まあ普通の2番の貫通ドライバーよりも重いってことですよね。まあまあ、でも6機能ついてますから、まあ全然それは許容範囲じゃない。そんでもってね、このドライバーガチやなって俺思ったのが、ただ単にこの17のソケットね、掘ってあるだけじゃなくて、ちゃんと中にね、こうボルトが入る分の隙間があるんですよ。これすごい考えられてるよね。例えばこういうボルトにこうやってナットを回していきたいなっていうところがあったとするじゃないですか。まあ要は回していくとこっちのボルトが出てくるから、掘りが浅いともうそこで終わりなんですよね。この辺までで終わり、もうこれ以上 回しませんってなっちゃうんで、こうやって彫りがあってくれるともっと全然いけると思うんですよね。結構いける。あー、まあこの辺が限界か。でもだいぶよ、こんなよ、こんないけたらもうディープソケットとあんま変わんないぐらいの感じですよね。これ素晴らしいっすね。こういうところを見てると、やっぱ使い手のことをちゃんと考えてくれてる工具っていう感じがしますね。まあ気になった方はぜひ購入してみてください。で、まあこれいいなと思った方は高評価とチャンネル登録の方お願いします。まあここの鉄の部分はすぐ錆びそうだな。今日はここまで。それじゃ、切断したものをしっかりと掴むことができる。嘘嘘嘘嘘。まあ、木刃があるなら貝刃もあるんやね。フェザー級とミドル級ぐらい違う。これアホほど安く。これ本当に工具の一部なの。それではヤニカスルーティン。よーし、めっちゃついてくるやん。タバコ吸って、タバコ。これもやしに見えるかね。ちょっと見えるわ。